毛じゃん。あっ、おい、おお、反応するよ。でもそう、うお、びっくりした。なんかいたよ。いるよ。いるわね、それは。いいんだよ、箱に何かいるゲームで。それはいるんですよ。怖いな、やめや。こんなーなんなんだよ、これなんなの。はよ、行けや。はい、行け行け行け、もう行けるって。なんでやこれ、なんで。自分から触るのではなく、触られたものが何かを当てていただきます。いや、なに、冷たいね。これ誰が触ります？俺嫌だわ、これ。ここ、こう行けばいけんじゃん。マジっすか。怖え。無理。お前らだけで盛り上がるなよ。あんまり動いたら帰って。優しくしてよ。3、2、1で行くよ。優しくして。3、2、1で行く。はいはいはい。ゆうだくんがめっちゃ不満そうな顔で。サードステージは握手だけでメンバーを当てることができるかを競っていただくゲームです。いや、3番癖強っ。いや、5番もう一生来ないから大丈夫ですよ。ちなみにどの手が一番タイプですか。まあ、女子目線で言ったら1番かな。手広げてくれよ。全然握手してくる。こんなグループ絶対嫌いわ。あんな、なんか超自信あります。全問正解じゃなかったら坊主で逆立ちします。バリカンください。女性にプレゼントしたいものです。どんなものでも構いません。自由な発想で作っていただきたいと思います。細いやつ作りたかったんですけど。そう、俺細いの作りたかったけど。どんどん太くなっちゃって。太くなっちゃう。これどうしよう。下手しい。これ最終的に鍋になってるかもしれない、これ。先生、ちょっと曲がってます。はい、助けてください。これもなんかすごい卑猥なものを作ろうとしてません？鳥くん卑猥なものを作ろうとしてません？それ先生、上には上がいるってことを見せてあげますよ。はい、誰なん？あいつはどこと戦おうとしてるの？皆さん、最終の試合をお願いします。後ろから見てやばいね。いや、滑るんやったらやらせんと。思ってたんと違うんだよ。AVEX